アントニオスカルパアントニオスカルパはイタリアの解剖学者、下界。スカルパはイタリア、ゲンベネット州、モッタディリベンツァの集落ロレンザがの貧しい一家に生まれた。被災団の一員である叔父から教育を受け、15歳でパドバ大学へ入学した。モルガーニとカルダーニの生徒で1770年5月19日に医学博士となり、1772年に モデナ大学の教授となった。一時、スカルパは、オランダ、フランスとイギリスを旅行し、イタリアへ戻った後、皇帝ヨーゼフ2世の強い推薦のもと七百7 8 3年、パビア大学の解剖学の教授となり、1804年に、彼の生徒だったサント・ファットオリにその座を明け渡した。百九十一年五月に、神経節、聴覚と嗅覚の器官の構造を、 その他の解剖学と生理学の主題に関する独創的な初見の発見者として王立教会の会員に選ばれた。1805年にイタリアの王になったナポレオンはパビア大学を訪れスカルパの居場所を訪ねた。ナポレオンはスカルパが政治的持論と宣誓を拒否したことで職を解任されたことを知っていた。その結果、スカルパは元の地位を取り戻した。 1821年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。裕福になってからのスカルパの人生は価値のある絵画を収集するなど豊かであった。独身で数人の息子の養父だった。その経歴は敵を破滅させお気に入りを束縛し無常だったと言われる。晩年は悲尿規定の欠席に悩まされた。これによる 暴公園で1832年10月31日にパビアで死亡した。死後、告表され大理石の記念碑が汚されるほどだった。死体は、スカルパの助手、カルロ・ブロッキーニにより検視が行われ、非常に詳細に記録がなされた。その頭部は切り離され、解剖学研究所で展示された。現在は、パビア大学歴史博物館に展示されている。スカーペ、 アントニオ、レコード、ザ・ロイヤル・ソサイティ、2014年8月30日、閲覧。ウィキメディアコモンズには、アントニオ・スカルパに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。